本日のメニュー、鶏ニラ炒め、小松菜ナムル、中華風スープ。鶏ガラスープの素、ひと煮立ち、人参、ひと煮立ち、人参、乾燥きくらげ、煮る。醤油。水溶き片栗粉、溶き卵、流し入れる。小松菜、耐熱ボウル、レンチン、600ワット、2分、2分経過。鶏ガラスープの素、いりごま、にんにく、しらす干し、ごま油、あえる。冷蔵庫で休ませる。おやすみなさい。ニラ、ニンニク、鶏むね肉、ごま油、ニンニク、炒める。鶏むね肉、中火で焼く。塩コショウ、ひっくり返す。片栗粉、料理酒、みりん、オイスターソース、混ぜる。ニラ、もやし、炒める。合わせ調味料、炒める。小松菜ナムル、鶏ニラ炒め、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。いただきまーす。うまい。めっちゃうまいね。めっちゃおいしい。きくらげ最高。めちゃくちゃうまい。卵も完璧だね。あざす。おいしい、おいしい。おいしい、よかった。うまっ。俺めちゃくちゃうまいね。大人味。大人味だね。うん、おいしい。うんうん。うまっ。これめちゃくちゃうまいね。おいしい。香りと味、うんうん、最高だね。ニラの香りか。胸肉も全然硬くないし、ジューシー。うん、うん、まっ。これはビールだね。ここビールだったらもう完璧親父定食だでそんなに脂質もなくてね、うん、うまっ。うまいわ。何食べても美味しいわ。歯触りのある副菜とジューシーな麺とトロッとしたスープが全部パパ好きでございますパパの好みだね。うん、うまっ。見ない。硬い。美味しいね、うん、めっちゃボリューミー、ね、お腹いっぱい、うん、しらすも入ってるし卵も入ってるし、
鶏肉だしすごい高タンパクだね。うんうんうん、はい、ごちそうさまでした。ぜひ皆さんも試してみてください。それではまたね、バイバーイ。